ジョット・ユーゴスラビア航空機爆破事件とは1972年1月26日にジョット・ユーゴスラビア航空のダグラス DC-9 の30旅客機が飛行中に爆破されたテロ事件である。この事件はクロアチア国家主義者が仕掛けた爆発物によって引き起こされたもので爆発により機体は空中分解したが乗員の一人は奇跡的に救出された。 同系機の DC-9367 便の残骸の分布ちょっとユーゴスラビア航空367便はデンマークのコペンハーゲンからユーゴスラビアのザグレブ経由で最終目的地のベオグラードに至るルートを運航していた。1972年1月26日午後5時頃にチェコスロバキアのスブスカコミニオーツェの上空1160メートルを飛行中に ユーゴスラビア当局によるクロアチアの国家主義者リーダーなどの国外追放に抗議するものによって仕掛けられた爆弾が炸裂し空中分解した。同期には乗員6名と乗客22名が登場していたがおよそ1万メートルの巡航高度から落下したために全員絶望と思われていた。しかし客室乗務員であったベスナ・ブロビッチだけが墜落の衝撃による 身体各所の複雑骨折を追いながら奇跡的に救出された。彼女は航空機の後部付近にいたが、機体が空中分解した後は残骸に閉じ込められ、それがこの葉が舞い降りるように落ち、山の斜面にある木々を滑るように着地したため、生存可能な衝撃ですんだと思われる。さらに墜落から45分後に救助隊に発見され、即座に輸血を受けたことで、 出血多量による死を免れた。彼女のこの奇跡はパラシュートなしで最も高い高度から落下して生還した記録としてギネスブックから認定された。彼女はその後一時的に下半身が麻痺するなど長期の入院生活を余儀なくされたが後に回復した。その後も航空会社で事務職として働き続けたが1990年に スロボダン・ミロシェヴィッチを批判したため解雇された。2016年、ベオグラードのアパートで死亡しているのが発見された。ギネスワールドレコードのページ、ベスナブロビッチ3死去、旅客起爆派で、奇跡的生還の元客室乗務員、AFPBB ニュース。 http://www.afpbb.com コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ3112380ありがとうございます。